今は無事に帰ることだけ考えるんだ。うん、そうね。どうも、ワンバンコでございます。12秒です。ね。僕です。コスチュームがね、あったからってことで、この、ブラックメタル仕様のね。これはやばいぜ。ヴァンパイア仕様のレオンっていうことで、アシュリーもね、ちょっときれいめなアシュリーに、ちょっとお着替えさせていただきました。まあ、ちょっとね、湖のね、パズルはもういけないっぽいよね。らしいぜ、アシュリー。まあ、今日も京都でね、ちょっとやってまいりましょう。行くぞ。ちょっと操作確認ね、操作方法忘れてますから、だいぶ。もう全然ないのかな？弾がねえのかな、これは。弾がねえんだな、これ。あ、間違えちゃった。ちょっと一回整理をね、した方がいいかな、これ。あ、でもこれ、あ、ガンパウダー、あ、ガンパウダー回るじゃん。ありますね。ショットガンは必要だよね。あと、じゃあ、ハンドガン、ライフル。うわ、難しい選択ね。ライフル。で、作れないかい。ね、そういうことです。作れなかったんかい。まあ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 ね。あれ？置けない。あ、3つなのこれ。なかなか幅取るぜ。こういうのはね、きちんとしておきたいから。卵どうしたらいいのかな？黄金の卵ね。ヨーロラン光は必要だから。いいじゃん、すっごい。ぴったし。ぴったしやで。うわー、だいぶスッカスカよ。スッカスカだぜ。あの籠城船のね、籠城船のせいだぜ。全部。それにしてもすごい、すごい衣装だよね。ちょっと中、内側はちょっと赤かったような気が。いいね。やっぱ黒と赤のね、感じ。海外のブラックメタルバンドにいそうなんだよね、こういうのね。クレイドル・オブ・フィルスとかね、知らないでしょうけど。そういうバンドがございますので。クレイドル・オブ・フィルス。お、てめえか。新しい品のお目見え。ちょっと待って。武器商人の助言。夜旅のお供。夜は頭から触手を生やしたやばい連中が出てくるよな。危険でしぶとくて厄介だ。いや、あいつらは厄介よ。奴らにも弱点がある。太陽みたいな強烈な光に弱い。マジで？昼間に出てこない理由はそれさ。そんなわけで、弱る気の強い味方。あ、閃光手榴弾ね。なるほど。
あ、レシピね。見逃すなよ。あと、新しいの入ってるぜ。あれ、もう壊れたの？腕に自信がねえなら僕手入れを怠らねえのは関心だ。一時が万事だ。そうね、壊れすぎじゃねえか。ナイフの手入れも忘れちゃいけねえ。あんたの精子を分けるひとときになる。他にも新しいブーツが入ってるぜ。ちょっと売却できます。これいいんだよね、売ってね。どんな価値ある品だって墓までは持っていけねえぜ。わあ、そう、ルビーしかないのよね。まあ仕方ございません。これを全部売っ払って。それで何がお望みだ。いやー、このね、ショットガン、ちっちゃいショットガンにしたらどうなんでしょうかね。武器を改造するんだな。そう、点数難しいね。難しい、難しい選択だ。まあお金がないからね。しつこいね。なかなかしつこくセールスしてくるタイプね。装填速度、まあそうね、やっぱ装填速度は速い方がいい。あるとす、一回ね、画廊にね、絵を売るところに行ったことあるんですけど、そこのね、人のトークやばかったぜ。侵略への備え、サドラ様はお命じになった。あ、ボス、この先より広がる肥沃な大地を侵略者から防ぐための要所に変えようと。正しき信仰のためならば私はいかなる犠牲も惜しくはない。敬虔なる信徒たちよ、難攻不落の要塞を築き足を踏み入れる愚かな侵略者どもにその大罰を己がちであがなわせるのだ。アルトス、難しい字をいっぱい使ってるぜ。宗教はこういうことですから、難しい字を使って大行に言うっていう。見つからないように行くぞ。マジか、急に難易度が、難易度が待てて。大丈夫かなこれ。あ、外した。嘘だろ。よしよ、バレないのかな。バレなきゃいいけどね。いる、そうね、ちょっと待って、やるしかないよ。行ったわ。ああ、もうこんな序盤で見つかったじゃん。どうする。うう、来てるぜ。全員まとめて。うやばいぜ。ああ、騒ぎ。あ、しかも牛頭までいるじゃん。ちょっとやばい、これ後ろ突っかえてる、後ろが突っかえてる。危ない。そうね、分かってる。ちょっと待ってください。どうしよう、ショットガンだと。あ、お前、ちょ、やばい、アシュリーが分かってるって。ちょっと待ってください。クソジジイが。おじいちゃん、ポリデントよ。アシュリー、平気か。ありがとう。弾こんなにあった。あ、全部満タンね。やばい、あいつがいるじゃん。どうしようかな。いちいちこれで狙っていけるかどうか。あの牛頭ね、ミノタウルスマン、
頼むぜ。行こう。離れてろ。待ってて。どっちやねんっていうね。あれいなくなってない？いないの？大丈夫です。あれ？あの騒ぎでおじけづいたのかな。あっとくっつけちゃうかな。これね、組み合わせちまおうかな。いいじゃんね、高く売れますから。あ、一回出たらいなくなってくれるのかな。助かるぜ、助かるしようだぜ。あ、上に壊せる段ボールじゃねえや、箱があったわ。アシューリー危ねえから許可なくね、そういうことしないでほしいな。ちょっと金かかったからごめんよ。これバグじゃないよね、いなくなるのは。仕様なのかな。だったらアシュリーを、申し訳ないけどおとりに使って一回外に出てもらった方が何の苦労もなくいけたんじゃねえかっていうようなね。はぁ、ぶんどり、アシュリー気をつけて。それこれいるんじゃ、なんだ、いるんじゃねえか。 おい火炎瓶おじさんも、アシュリー、いる、ちょっと行動不能になっとるやん。あーやばい、もう回復がなくなっちゃうのよ。くっそバーバーこの野郎。いいよ、新しくないその動き。うわ、こいつ大丈夫かな、これで。いいよ、行ったの。あれ、やっぱな、困った時のあれですよ、ライフルです。大丈夫アシュリー。おいババア、おいナイスエームくんじゃねえか、お前やるじゃねえか。どっから撃ってきたの、どっから投げた。あ、いた、ババア。このやったのかな、よしよ。ライフルはね基本的に強いからね。ずるくない、この上行けないんだから。こっちせめて上に行けるようにしといてほしいな。あっ、ちょいとマジで罠が多いのよ。分かった、ちょ大丈夫、罠多すぎ問題ですからね。ちょっとね今回はね。あ、トレジャーメッケ、トレジャーメッケ、あ、ここにもトレジャーあったんかい。まあちょっともう今さら戻るのはね。いやー、まだ村人だからまだ邪教徒のところまで入ってきてないのかな。もうでも結構邪教徒の雰囲気出てきてるけどね。いい演出だぜ、美しいね、こういう荒廃した感じ。無秩序とこういう、なんだろうね、宗教の秩序感のカオス、こういうの好きよ。いや、なんかすごい嫌な予感がすると。まあずっとね襲われ続けるゲームでございますから、まあそうなんだけどね。でも、おいジジ、よっこら西洋じゃねえんだわ、お前分かっとるんやで、出ておいで。ほら、うわ、ずるい、待ち構えとるやん。お、来た来た来た、もうちょい前に出てきてもらっていいかな。デイサービスのお時間なんで、ちょっと出てきてもらってよろしいでございます。おお、いいよ、
あ、聞いてなかった、ごめんね。いいよいいよ、あちょ、お前化け物だったのか。ちょ、1、4発だよね。2、3、3、3発だったわ。いい姿勢ですね。相変わらずなかなかおしゃれなカーディガン着てんのよね。カーディガンってね、ほんと便利よね。どんな服装にも。オルトス。クヤクの？クヤクの何？クヤクの金牌。オルトス。あ、ルービーとかね、組み合わせられる。またこれです。高値で売りてえからな、あと一色あればね、高値で売れるぜ、こりゃ。T シャツにもこう、さっと着てね、シャレオツでお出かけすること可能でございますから。何でも合うぜ。お、ショットガンの弾、弾。オルトス。これやっぱ、やっぱね、ステージがもう完全なる新しいステージって感じでね。で、こう、はい、開かないんだよね。どうせ開かないでしょ。知ってんだぜ。あ、でも、開く開かないの問題じゃなかったわ。扉がなかったわ。オルトス。これお宝じゃないよね。これ落とせんじゃない？そんなことない。あったあったあった。ほんまだで、ほんまやで。え？トレジャー。いや、なかなかブレるね。あ、じゃあ。スピネル1個なの？あ、ここにもあるじゃん。あ、これ上だな、多分。石書？ちょっと疲れすぎじゃね？アシュリー疲れすぎじゃない？あ、いるいる。すげえいる。ああ、鍵！まあそうだよね。簡単には出してくれないよね。それは仕方ない。いや、めっちゃ喋ってる、めっちゃ喋ってる。来た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 。あ、どう？痛いぜ。痛いぜ、ほら。いけ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 。キック。あ、お前。危ない。危なかったわ。バーが。アーシュリー危ない。これ、何度も言ってるでしょ。銃のこのね、機線にね、直進してきちゃダメ。危ないわ。サブマシンがいるのかな、ここ。こんなとこあったかな？あんまりもう覚えてないね。あ、ショットガンのターナーアルタス。ここは？いける？いけないのかい。なんかあんのかな？なんかミッション。あ、でもここなんかチェーンソーマン出てこなかった？なんかそんな記憶がございますよ、これ。しかもやたらと弾とか出てくるってことはね、そういうことなんだよね、きっとね。こっちはいけんのかな。あ、いけないね。クランクを探さなきゃならないんだ。だってよ、アーシュリー。ここ行った？あ、ここ行ったわ。ちょっとアッシュリー疲れすぎなのよ、さっきから。もう少し頑張ってもろてね。ハーブの黄色だけじゃ、回復がねえんだわ、そういえば。回復、たまごっちしかないじゃない、もしかしたら。まずいぜ、それは。
いやー、修理もいるしなー。ぶっちゃけねー、修理、あ、おっと、言ったら、そばからいただけるっていうのはね、ありがたいよね。いや、マシンガンの弾いらねえんじゃねえか。まあまあ、まだね、余裕あるから、持っときますけども。これや、これやで。おっと、この前連打して使っちゃったからね。気をつけないとね。何これ、なんで切るか。え、何、あ、隠れ。隠れてる。え？オッケー。疲れてたやん。オッケー、いいよ。これでだいぶ楽になったぜ。そんな機能あんの？置いてっちゃおうかな。それはまずいよね。大統領の娘ですからね。ちょっとそこで待っててもろてね。ここにもしかしてある？いや、何それ。あ、蛍石のね、髪飾り。あ、それじゃないのよ。クランクだよ、探してんの。あ、さっきの行けなかったところに、これジャンピングじゃねえか、もしかしたら。なんやこれ。え、どこにあるの？え、そんな、弾の場所まで教えてくれんの？そんな親切機能。あらとす。トラバサミってこうやって準備するもんなのかな。あ、やっぱそうだよね。ここ、そうでしょ。天才だぜ。ああ、オートセーブが入ったってことは。あ、ちょっと待って。あ、アーシュリー。しまっとんのかね。ここにも隠れられるアーシュリー。どうしようかな。呼びは来んのかな。まあでもね、上でも大丈夫でしょう。あー、クランクだ。もう、クランク見つけたらもう速攻で始まるよね、これなんかね。開かないの、しまってここ。る。え？嘘でしょ。あれ、さっき、あ、救急スプレーあるじゃん。あれとす。あ、そっか。特に光んないのね。だから、いちいち乗せてくれてるわけか。なるほどね。クランク取って、ちょっと道順を確認しましょう。クランク取って、登って、降りてだね。降りて、こっち側に降りればいいのね。ちょっと登ってって、登れたっけ？壊れとるやないですか。壊れとるやん。あ、でもこう、走っていけんのかな。なるほど、ちょっと遠くね。アシュリーどうすっかな。どれが正解なのかな。そんな雑な呼び方で来んのかな、アシュリー。アシュリー降りれるってことは登れないっすかね。まあ登れませんよね。は、ええー、だお、マジか。そんな身体能力高かった。おい、クソババ姉妹この。ああ、お前それはダメだよ。ちょ、隠れてて。隠れろ。あ、危ない危ない危ない。っていうか、もうその指示がうまく出せない。あ、さあ、さらわれちゃう。あ、くそ、あ、ちょっとこれまずい。あぶれ。あ、お前も邪魔邪魔邪魔。
ダメ？オルトス。っていうか呼ばなきゃよかったんじゃねえか。ちょっと呼んだのが間違えたったね。あそこに隠れてた方がよかったかな。うん、あのまま上に隠しといてもいいんじゃないですか。ダメ？あれ、ここ復活しておりません。アルタス、ちょっと上にねいてもろてね。いや、どうしよう、あんなやつら倒す必要あるのかな。まあ、落ち着いてね、落ち着いていきましょう。レディのおもてなしとは、ここでこいつら開けてくるから、お前そんなところにも、ああちょっと邪魔よ。後ろにもいるね、後ろにもいる。あれ、いない、声は聞こえたけど。おい、あー、いた。何人いたの、何人いた。ちょちょちょ、痛い、もう飲んじゃうかな、ごっくり。あ、ジジイにも、お前仲間割れしとるやん。ちょっとそれ、一匹いったか、一匹いったか。やばい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 、いや死なねえのかお前ら。おい、なかなかやりますね、なかなかやりますね。よし、ちょっとこっち後ろからは来ないよね。いや、来そうだな、来そうだけど。ああ、防御してる、防御してない、防御してない。危ない。ああ、ここ上登らない方がいいかもしれないけど、どうだ、後ろから来てない、来てない。お前からだ、お前から。あ、お前変身タイプ。まあいいや、ちょっと変態じゃねえや、おめえからだわ。てめえか、もういいだろ。後ろにいる、熱っ、まずい、後ろにいる。これ一回もうあれだね、走ってるのとスティックと。よし、食え食え。おい、パイパイパイ、すごいね、すごいよ。まだ死んでないの。チェーンソーババすげえな。お前それで防御すんのずるくね。あ、いいよ、一匹いったんじゃない、一匹いったじゃん、一匹いったんじゃない、一匹いったんじゃない、行ってない。ちょっとおじさん、ちょっと失礼します。ああ、パーパー、やばい。いいよ、ちょっと今のうちにね、今のうちに。後ろから来てそう、なんか音がした。いやー、すげえ、サウンドでもね、サウンドでもなかなかな、脅かしくるのね。行ったのか、行ったんじゃないか。ピクピクしてますよ、ピクピクしてますよ。行ったな、ざまあねえぜ。アルタス、お、やったんじゃないか全員。あ、アーシュリー、まだ出てきていいよっつってないじゃん。アルタス、これが正解だったのね。隠しといてよかったね、最初からね、隠れた状態にしとけば全然いけたってことだね。怪我はないわ、大丈夫、今のところは。大したもんだ、鬼
鬼ごっこの名人になれる。アルタス、そうだね。何それ、全然嬉しくないんだけど。レオンは色男だから面白いことは言えないんだよ。ね、2枚目の宿命でございます。ここは出ないかな。なんか出なそうな雰囲気ですけどね。なんかすげえな、ここ。赤ハーブだけじゃね、使えないのよね。ちょっと、降りるのもね。ボタン入力なんだね。あ、もう全然、弾がねえぜ。すぐなくなるね。回復もねえんだよな。なかなか、ハードプレイだね。全然だって、ノーマルなのに、この難しさ。ちびっこ泣いちまうぜ。意味あった今の南京錠。ただの嫌がらせじゃねえか。ねえ、アシュリー。行きましょう。ここまで来るまでにすごい疲れちゃった。あ、そうだ、まだ神父とも戦ってないじゃん。ああ。え、そう言ったらもう、言ったらそばから出てくるじゃないですか。ナイフが全く効かねえのかい。ああ、やま神のね、その、ああ、すごいパワー。下で固執しよう。アスリ、逃げるぞ。大丈夫か、これ。ちょ、大丈夫かな。急げったってさ、これしか。ちょっとこれは全員相手には。アーシュリーに当たったの？おーい、アーシュリー。あ、まずい。あ、なに、一回捕まったら終わりなの？アルタス、一回で終わりね。そういうことね。いや、難しいな、これ。行くよ。最初にあっち向いてるから。これ、最速でこれだからね。困っちゃう。行くよ。ほら、やばいって。痛うわぁ、もう操作が難しい、操作が。あー、アルタス。いや、ちょっと理不尽すぎない？理不尽すぎないですか？間違えちゃった。おい、神父。あ、そっか、神父を最初にちょっと攻撃できねえかな、これで。っていうことじゃないのかな。よし、今のうちだぞ。アシュリー。よし。ちょっと走れないんだよね。もう、バーバーこの野郎。バーバーとジジイこの。早く。もうダメじゃん。アルタス。やばい、ここ超難易度高い。ヌノヌノちゃん。あ、竜様ワンバンコでございます。アルタス、
やばいですね、ここ。神父からね、逃げなきゃならないんですけど。どうしたらいいのかな。なかなか。いや、でも最初。あ、あのババアどもに閃光弾投げる。しかないんじゃないかな。これも、これで。お、じじい、どけろ。そして、このババアどももどけろ。よし、行くぞ。アシュリー、行くよ。んで、これでどう？これでどう？痛い！やばい！ちょっと、早く、早く。回復、回復。よし、行こう。アーシュリー、アーシュリー、ちょっと、ちょっとやばいじゃん。おい、やった、いけたんじゃない？アーシュリー。早く、こんな脆い橋なんてね、すぐ崩れちゃうから。大丈夫。アルトス。いや、一番レオンが危ないけどね、なんかもう。あ、一応許されたのかな。ちょっとこんな短い距離の中で、回復と閃光手榴弾使っちゃったじゃん。奴の狙いは君だ。奴を見たらとにかく逃げろ。でも、そうだよね、必ず食い止める。レオンもね、狙われてません？ちょっと、ここは、神父のいる小屋じゃね？無理じゃないですか、この状況で。新しいのが入ったぜ。ほんまかい。売却、とりあえず売却ね。あれ、ここらの鍵ももういらないのかな？大丈夫かな？あ、やっぱもう戻れないのね。そっか、そういうことだよね。いや、一応取っとこうかな。お次は何だ？改造かな。ちょっとナイフはいいわ。本気で生き残りたいと思ってんなら武器を改造するんだな。だんだんあんたの好みちょっとハンドガンはもう生命線だから。ああ、どうしようかな。これを撃って、あのちっこいのにしたらどう？これ、威力そんな変わるのかな。ウェルカム。最高での、3、4発しか入らないのかな、もしかしたら。あんま威力はそんな変わらないけど、装弾数はやっぱちょっと落ちるよね。4発か。多分4発だよね。7腕発に自信がないなら武器かを改良するしかねえ。カスタムは正義だぜ。ー。いや、まあね、後々もちろん強いショットガンは手に入ると思うから、こいつを売っ払っちまって、こいつの威力を上げるってのはどうですかね。いや、それもでも2万ちょっとかかるじゃん。こっちの威力アップも2万かかるわ。変わんねえな。ちっちゃい方がいいよね。ちょっとち、いい仕上がりだぜ。アルトだんだんあんたの好みが分かっにてしきたて、ぜ。他にはない打一ち品まがおう。いろいろ揃ってるぜ。お宝ガラクタ何でもござれだ。そこの価ん値をだ決けめしるかのおはあ金んなんたない？たちだけもうどちょっと高く買ってもろって。
買っていただけませんかね。ちょっと売っちゃおう。本当かよ。もうちょっと高くてもいいような気もしないでもないですけど。根気と努力がいるんだ。小さな積みがそれで出まして死ぬなよ。あ、ショートカットに入ってないや。あ、いいんじゃない。これでだいぶあれだよね。開いたわ。これあれじゃないかな。こういうこのクロスボウみたいのもか、マシンガンあった方がいいんじゃない。回復がねえぜ。そうだ、回復はねえわ。ちょっと回復売ってます。あるわ。お金がスカンピンじゃねえか。じゃあもうちょっと前からね、細かくセーブしとけばよかったね。戻れませんからもうね。うわあ、ここどこやって。そうじゃない。気をつけて。そうだよね、多分ね。わ、函館の塩辛見たくなっておりますや。じゃあお食事中の方はね、申し訳ないね。あれ、赤ハーブ2つってなんか使えた。緑ないダメ。ダメです、もう使えないから。赤ハーブやるじゃねえか。やば、塩辛工場で塩辛にされてしまう。お、あ、レオンが撃ったのね。神父もあれだよね、ちょっとブラックメタルの格好してるよね。聞いてませんから。いや、ハンドガンだとあれかな。弱すぎじゃねえか、これもしかして。あ、なるほど、それ使う。く、いや、本性を表しちゃうからね。あ、こんなんだったわ。ちょっと狙いが定まんないんだけど。あ、ちょっとやばいじゃん。ちょっと逃げましょ、逃げろ。あ、メッケ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 ハーブメッケ。ちょくっつけよう、くっつけよう、早く。ほんとこれがリアルタイムで動いてたら即死だよね。おっとす、回復は3つね。これ、あ、売っちゃっていいのかな。もうなんか金玉あるだす。なるほど。っておいおい、何なんか受けたぞ。ちょっと一回こうグッと上向いちゃうから。あ、丸だった。やばっ。一回上向いちゃうのね。ちょっと回復させてもろって。あー、どうしよう。スプレーからシュートね、シュートお願いします。いいんじゃない。え、もう終わったの。あー、まだもう第3形態みたいなのあったっけ。あったんだね、あったような、な
あったような気がするよ。あ、そうね、そうだ、そんなんだったわ。熱っ、ちょちょ、熱い、熱いけど、いた、ちょ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 っと、あ、それはまずいんじゃない。あ、そういうことね、顔に。あー、なんかそんなもん投げてきたら。お、よく避けたね。ちょ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 、いやー、もうカメラワーク、カメラワーク、どこ行った相手は。あっ、あー、飛んだら避けられっか。危ない、ないない、めっちゃ近いやん。こんなとこにいたらまずいんじゃない。危ない、あ、やばいやばいやばい。こいつやで。うそ、熱々、熱い、上がアンチじゃない、上が。そんなことなかったわ、なんかぐるぐる回ってた覚えがあるよ昔。おいおいおい、そっちか。どこ行った、それやば、やばくねえか。あ、当たった。ちょっとレオン、そんな軽口叩いてたらめっちゃやばいって。それうぶ、早く早く装填して、装填してもろて。あ、それはバカバカ、ちょっとなかなかの。おい、マジか、もうそれで狙ってた。やばい、もう自利品です、自利品です。うっそ、突っ込んでくんのそれ。ああ、もう回復がないんじゃない、卵しかない。あ、なんか回避できた、回避できるんだ。お、なるほどね。回避回避回避、回避できないんかい、これは無理無理無理。ちょっと金色の卵も食べちゃうかな。もうじゃあね、ハムハムハム、あー危な、それも危ない危ない。ちょ、もう弾が危ないね、危ないんじゃない、危ないんじゃない、危ないんじゃない。カメラがむずすぎんだが、いいよいいよ。え、まだあんの、やっぱり目玉じゃないとダメ。うーざ、だもう。いいよ、それでいっちゃってくんねえかな。いや、今の避けられなかった、もうこんなもん避けられっか。あ、無理無理無理、アルトス小回り効かなすぎ問題。ステップとか踏めないのかな。また最初からなの、もしかして。まあそうだよね。気をつけて。いや、ライフル
まあそうよね。逃げろ。痛い。これはむずい。これはむず。回復がね。おう、うまい。アルトス。おお、間に合わないのかい。まあ、そうだよね。間に合わないよね。おいよ。ああ、なるほどね。だったら、これができんならまだ。それは何？どういうこと？必殺技ってこと？いる。よし。砕け飛べ。ああ、痛いぜ。ざまねえぜ。こっからなんだよね、問題は。燃えております。おい、どういうことやね。後ろに火があったってこと？それは言っといてもらえないかな。それは教えといてもらえないかな。これはむずいね。これはむずございますよ。視点の切り替えが難しい。ちょっと回復のね、調合だけさせていただいて。おい、ハゲジジ。これなんかやっぱナイフでね。あっ、ちょっとことで一撃じゃなさそうだけど。あーた、あー、キティさん、ワンマンコでございます。あ、やばい。連打になってる。おい、サンプルが必要だったんじゃねえのか。これやっぱ下に降りちゃダメだね。下に降りてはダメでございます。キティさんもね、ぜひともこう買ってもろて遊んでいただけると面白いんじゃないですかね。いや、でも元祖のバージョンより数千倍難しくなってますよ。あ、まさこさん、ワンマンコでございます。まさこさん、クリアしました。おい、押したぞ。ジャストタイミングじゃないとダメ。やるじゃねえか。その目玉がね。よしよ。そう、目玉がね、弱点でございます。いけいけ。あ、2、最初じゃねえか。俺のせいじゃねえから、おい、罪深いのは俺のせいじゃねえ。ちょ、そんなこと言ってる場合じゃねえんだ。場合じゃねえんだわ。宝
宝物を集めなきゃなんねんだわ。雅子様、ハリネズミ、キラキラ。あっつ、ちょちょちょ。おそ、ひどくね、ひどくね。あ、そっか、あれ投げてくの。まぜ、惜しいよ。あれを当たったら死んじゃうから。あべ。あ、もうそれはやばい。どうやって避けるのかな。どうやって避けるのかな。ヨードラン光食べちゃおう。ハムハムハム。止めらんねえのかなあれ。危ねえ。お前そればっかりずるくねえか。いや当たんねえ、当たんない。もうほんまやで。やべ、あー外した。まずい。あーまずいよ。じゃあスプレーシュッとしちゃう、しちゃおう、しちゃおうね。それはで当たるのね。それ当たっちゃうの。防御できないの。キラキラ、雅子様もバイオされるんです。ああ、やばい。もうそれどうやって受けんだい。まずい。なんか来る、なんか来る、なんか来る、なんか来る。うん、クソジジイ、このハゲ取れやないかい。回復がないのよね。回復がないので、あったわ。操作法が難しい。よしよし、いいよ。爆発するか、気をつけろ。あ、それはやばい。逃げろ。やってます。ハートの笑顔7、8はおすすめです。ハートの笑顔レモン3のレ4も良きです。走るのがもうほんと難しいこのゲーム。あ、これ避けられないかも。やっぱり、おー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 、お前そっち来た。もう長い。ああ丸だったね、丸だったね。危ない危ない。おお、こっち来てる、こっち来てる。もう分かんないから、グラフィックがぐちゃぐちゃになっておりません。危ない。もう分かってるのに避けられない、このもどかしさね。もどかしさ。おい、来てる来てる。お、いいよ。行ったんじゃないかな、これ。このモーション。え、まだ？まだだったの？今完全に行く演出だった。もう完全に行った演出だった。行った。アルタス。いや、いつもギリギリだぜ、いつもギリギリ。今回のアシュリーはね、ちょっと貴族風でね。おお、むちゃくちゃだな。さすが大統領の娘。一筋縄ではいかないぜっていうね。いや、まだ全然。今これ難易度は選べますよ。僕がやってるのが普通です。これ普通じゃねえだろ、これ絶対っていう感じですけど、
走るのがスティック押し込みなんでね、いざという時が結構ね、思ったほど動けないですから、小回り効かないのよね、バイオハザードは。そこが難しい、このゲームを難しくさせてるところだったけど、それがないと多分めちゃくちゃ簡単になっちゃう。あ、そうなんですか。無限ライフと無限ショットガンあたりは欲しいかなと思ったんだけど。ねえレオン、私はあんな風にならないよね。そんなことにはさせない。もうなってますよ。そう、押し込みね、指めちゃくちゃ痛くなるよね。だから僕はねちょっとサポーターしてます。あ、なんか、あ、ガンパウダーがもう入れないよね。さすがにもう入られません。もうあんな戦闘の中で見てられませんからね。そうなんでございますよ。そんな難易度、いやでも本当なんかロケランとかないと無理だよねきっとね。でもロケットランチは売ってませんでした。ロケランをね売るのはちょっとナンセンスなんだよね。いやでもそれくらい今回は難しいよ。あ、アシュリーの新しい頭が手に入ったわ。アルタス、ちょっとね今ちょっと上品すぎかなやっぱな。いいえ、諦め。いやいや、やってみないことには分かんないですからね。そうですね、しかも、しかもなんか今回すごくいろいろと変わっててね、ステージが。あー、なんだ、緑のやつか。まあまあ、とりあえず緑のやつつけておきましょう。本当は色違いだとね、高く売れるんだけど。うわ、あ、ついにあいつ出てくんじゃない？メラさん出てくんじゃん、メラさん。あっ、ウッダスさん、ワンパンコでございます。そうですね、前よりも広くなってるし、ちょっといろいろと細かく変わってますよね。いや、今回めっちゃ死んだ。7回も死んだ。死んだっていうか、死んだっていうかね、もう結局はあれですから。アシュリーがさらわれたから。あの神父もなんかね、あったってやら、はめ技みたいの、昔ね。でも忘れちゃいました。どうやるのかは。お前どうやってその無線手に入れたんじゃ。その前にお城を観光中で。好都合だ。実はプレゼントがある。例の症状の進行を抑える薬だ。どこに行けば。そうだな。そんなのもらえましたっけ。そこで落ち合おう。いや、敵かな、味方かなみたいな感じのやつだからさ。アシュリー、今の話分かってる。行くしかないのよね。だよね、仕方ないわ。あ、もうなんか、あ、そっか、ワーワー言ってんのカラスか。カラスよね。いやー、そっか、もうね、爆弾ないのよね。あ、あるわ。いや、もったいなくねえか、カラスごときに爆弾使うの。やめよ。どうせ100円しか落とさねえから。
チョール哀れみの霊でございます。おおおおおい、驚かせんじゃねえ。ほんと変えねえんだわ。ほんとに入っとるやん。わあ、これ強そうやね。あ、出た。え、これも強そうやけど、救急スプレーくらい買いたいのよね。売っちゃおうかな。お、いいんですかこれ。神父の目ん玉売っちゃって、墓までは持っていけねえぜ。これも売っちゃっていいよね、もう。あったっす。ちょっとナイフだ。や、しまった。ナイフは良かったかな。本気で生き残りたいと思ってんなら武器を改造するんだな。やっぱ装填速度よね。できた、お望み通りだ。だんだんあんたの好みが分かってきたぜ。全然他にね買えないのよね、銃とかが。いい仕上がりだぜ。あ、しまった。まだ他にもあるぜ。しまったわ。いろいろ揃ってるぜ。あれ、救急スプレー買おうと思ってさ、あれだわ、お金今やったのに買えなくなってたわ。どんなブツも大歓迎だぜ。いや、もったいないけどしかないの。ルビー売っちゃおう。それで何がお望みだ。ちょ、回復ないからさ、これを。あ、ロケラン売ってロケラン売ってなかった今。手入れの行き届いた品ばかりだぜ。あ、ロケットランチャーも無限じゃないんですねこれ。じゃあ、え、そうなのかな。一発使い切りのランチャーじゃねえか。そうなんだ。じゃあまあね、じゃあいいんじゃねえかな。売っててもね。あ、金の卵売っちゃおう。金の卵売った方がいい。いいよね。なんかでも依頼されてなかった。あるんだ。やっぱあるんですね。これなんか依頼あったような気がするんだけど。やっぱりね。あ、売却する依頼だったわ。おっと、そうそう、これだこれ。言ってくんないと。口頭で言っていただかないとね。信用に足る腕前ってやつだ。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。お気に入りの獲物を自分好みに改造する。こいつはたまんねえよな。いや、ちょっとお金もちょっとね、もうちょっとお金はもう本当に今使うべきじゃないかもしれない。いけるとこまでハンドガンと、まあでも結局ハンドガンとあれだよね、ショットガンとライフルさえあればなんとかなんじゃねえっていうか、なんとかなるゲームだよね多分ね。そう信じてるぜ。今までそうだったんだから。ついに邪教徒のね、あ、なかったわ。邪教徒の住む城まで来たんじゃないの。なになに、またそれ常に使ってくんねえかなこれ、持ってんならね。中庭はあの奥か。うわ、いるやん。歓迎って感じじゃなさそうだな。あ、ここでめちゃくちゃライフル撃ちまくった記憶がございますよ、昔ね。なんだあれは。おもちゃにしてはでかすぎる。何？ギロチン？なんだろうねあれ。扉開けるやつかな。クロスボウだと。お友達になれそうな。いや、撃ってきてたっけクロスボウなんて昔。いや、もう全部ね、新しいゲームだと思った方がいいねこれね。正門でお出迎えか。こっから狙い撃てないのかな。
やだよ、7発しかねえわ。神父のせいだよね、全部ね。神父のせいで。ですね、笑い転げ。もう、神父のせいで、あれじゃん。全然なくなっとるやん。お、だいぶ使っちゃった。あー、これ。マシンガンの弾って売れねえのかな？捨てるしかないのかな？難しいね、選択が。まあ、一応ね、拾うかもしれないから。距離をくれ。オーケー。開くのかい。こっちなんですか？これ上下がちょっと早いのかな、カメラね。そんな気がするな。ここじゃねえわ、ここかな。オプションでどれだったっけ。これじゃなかった？上下のカメラ構え、これかな、これかな。ああそうだね、ちょっと遅くなった。何してんのお前ら。ちょっとやめて。ちょっといやらしい感じになってません？大丈夫かな？見せられないんじゃない？何しとんねん。おお、すごい、でかい、でかい、でかい。嘘だろ。そんなに強くないじゃん。でかい、でかい目の芋虫になっただけやん。なんやねん、もうすごいね。こんな重力に逆らって美しいぜ。美しい変化。あ、そうだったわ。こんな高級なね、壺を片っ端から蹴っ飛ばしていくゲームです。なんだ、しけてやがるぜ。宝物一つないのか。しけてるね。あ、これは？ああ、もう、よくあるよね。人体改造とかされてる方がね、こういう鎖で背中をね。申し訳ない。申し訳ございません。こういうので背中をの皮にね、差し込んで、空中に浮くっていうね、すごい性癖の方いらっしゃいますけど、それでしょう、これは、きっと。アルタス。多分正規ルートだよね、こっち。多分ここは開かなかったっていうことかな。いつもそういうふうにね、調べないで回っちゃうから正解を引いてしまうんだわ。アルタスって、 HP ないじゃん、今気づいたけど。そうね、自動回復っていう優しさはないからね、これにね。回復がやっぱねえんだわ。もう回復がなんとかなりません、俺。行こう。あ、そうだ、しゃがむのは丸だったわ。あ、もう見つかってますやん、もう見つかってますやん。ちょいとやべ、クロスボウで撃ってくって。ほら、クロスボウで撃ってくって。あれ？おつる賢いやつらだぜ。あ、もう外しちゃった。これ結構速度上げませんでした？速度上げてこう。
8この感じでございます。距離をくれ。オーケー。いいんじゃない。まあ、わっ、あっ、おい、女性、女性なの。あ、ま、犬神家見たくなってた今。スケキヨ、スケキヨみたいな、かなんかつけてる、つけてんじゃないの、ハゲ取るのかな。いいよ。あ、ああ、むずし、むずし、おずるし。一発じゃないの、一発じゃないの。あぶない。ちょうど自分で見えない、自分で見えなくなるタイプの立ち位置。ずるくない。あー、ずるい。ずるい。なかなかやりますね。いったわ。弾使いすぎよ。どっか回復落ちてません。あ、お宝の匂い、お宝の指示が出てる。ちょっと、あ、もういないじゃん。化け物じゃねえか、溶けてなくなるなんて死体が。お、お、何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 、ちょ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 、大丈夫、アシュリー。ちょっと、そこを解いてもろって。ああ、そんな、そんな危険物を。そうだよ。いや、もう何回も死んでますから、こっちは。主人公はね、不死身ですからね。何度でも蘇るさ。どこから撃ってんだこれ。おげ、来てるじゃん。あ、真正面の上。え、あ、わかったわかった、ここだね、これだ。あ、あ、あ、あべす、すげえ。お、バレてないんだ。こんばんは、ワンバンコでございます。あれ、無視していっちゃうの。気づいてないんだね。目がちょっと悪いのかな。あーちょ、完全こっちには気づいてる。あー、なんかすごい嫌な。あ、コインになる系女子、コインになる系女子だったわ。なんかこう、あったね、こんなのもっていうギミックでございますね。よ、それよっかね、お宝どこ行ったっていう。お、え、まだ稼働してたの。あ、まだあるのかな。お、いいよ。あ、コインになる系男子だったね。どこどこ、どっから撃ってきてる。あそこか。お、逆じゃん、後ろから来てる。ちょっとアシュリーになんてこと。近い。どこから。怪我は大丈夫、ありがとう。ちょっと恋心芽生えとりますやん。あ、頑張ってください、キティさん。バンバンコでございます。アルタス、あそこかな。違うわ、こっちの上。あ、あそこになんかカラスよけのあれがあるじゃん。そばにいろ。これそこじゃないですか、こんな時にね。まだ6個もあんの。どっから撃ってんじゃん、どっから撃ってます。あそこか、あそこだ。こっちまで来る。
来ないんじゃ。射程はちょっとね、短めかな。攻撃はできないと、こっからはね。しまってんのかい。どういうこと？あ、そっち行けと。なるほどね。あ、やっぱりライフルを使えと。ブブブブブブ。なかなか気づかないもんだね。ふう。なかなか静かに動いてるのかな、こっちは。あそこに。おい、ちょっと怖いな。あ、これか。これかな。これやろ。あ、外すのね。これや。オッケー。いいよ。逆側、やばい。そうだ、回復してないんだった。忘れてたわ。また開かないのかい。開かないのが多いわ。あ、そっか、そっから撃ってるからか。あー、なんかここ覚えてる気がする。こんなのあったわ。届く？届かないね。もう大丈夫だ。待てて。これや。おいぜ。これで終わったんじゃないですか。まだあった。そんなにありますかね。なんか声が聞こえるよ。あ、ありました。いけます。よし、もういないのかな。いいんですか。あ、なんかでもさ、ギミックがございませんでした。扉開けるギミックがね、あったような気がするんだけど、なかったかな。ここ降りるのかな、これ。あ、降りれんの？大丈夫？あ、なにこれ？これですか？これなん、どうすんの？あ、こういうこと？そんな、どうやって撃つの？登れないじゃん。あ、また。そっか、ぐるっと回るのね。今日北海道のね、ニュースでとある男性がね、亀甲縛りでトイレから出てきて逮捕されるっていうね。なかなか春だよりが届きましたけれども。おい、どっからどんじゃ。どうや。うわ、そこか。ここ当たんないよね。危ない。離れるな。分かった。うわ、もう絶妙なところに爆発物置いてあるやん。まずあいつから、てめえからだ。行け、行くよ、アシュリー行くよと言いつつ、これこんなもん拾ってるとまずいんじゃない。もうダメじゃん、もうダメじゃん。大丈夫でした。あぶねえ。シュッとね、シュッと行きましょう。あぶねえよ。お、知ってんだ。それ知ってるよね。レオンが持ってんだから。アルトス。よ、あと1個じゃん。うう、嘘だろ。おい、こなクソ野郎。そこか。ここは大丈夫だろ、さすがに。
ああ、ここからじゃないのか、爆発物は。あれ、あ、行け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 、あれ、ここから爆発物狙えないの。撃たなくなっとるやん、賢いね。よし、大丈夫かな大丈夫かな大丈夫かな。あばい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 、なんかすげえなんか言ってる。よしよし、いいよ。開いたぞ、急げ。来とるやん、来とりますやん。行ったのかな。ああ、一撃じゃねえのか。いいねいいね。おおおい、てめえだったのか。しかも足が速いぜ、恐ろしい。行くよアシュリー、早く早く早く、つってもこれが最大のダッシュだからな。あ、ラスト1、あ、違うわこれ、ラスト1個じゃなくて指示書だった。ここは出ないね。じゃあ、あらたす、何の依頼書かな。青いメダリオン、今壊しとったやん、破壊のね、依頼書です。あと1個あんの、もしかして。うわマジで、これちゃうよね。あ、ここにあるわ。もう無理じゃね、もう無理じゃね。ちょ、なるべくね、なるべくメダリオンは取っときたいけど。ちょっともう無理かな、もう無理かな、どうかな。まあでももういないよね、敵がいねえってことは。メダリオンだけ取っとこうかな、いけそうだわ。いや、しかもお宝あるやないかい。あ、そっか、ここ、あ、メッケメッケ、こっちの上になんかありそうな気もしないでもないけどね。どこかな。ん？あれ？ねし。ねえじゃねえか、どこや。あ、めっけ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 、これか。よし、一応今んとこ依頼は完璧にこなしてんじゃねえかな。もうちょっと足早くね、走れたらいいのにな。思ったより敵が少なくてね、助かっておりますよ。ふう、おお、びっくりしたです。またおめえか。豪華な後ろね。そうね、とりあえずこう高そうなものを壊していくゲームだから。仕事の成果にはふさわしい。あれ、新しいの入ってるぜ。あ、これは。なんだって？俺たちがこいつらをどこから仕入れてるか。企業秘密ってやつだよ。何この限定仕様30。
アタッシュケース、ハーブが、なるほど、ハーブはいらねえな。スコープと、ああ、なるほど。射撃時の反動される、命中率も上がる。この2つ買っちゃ、もらっちゃおうかな、もらっちゃいましょう。それなら針の穴でも通せちまう。これももらっちゃおうかな。暴れん坊をおとなしくさせられるぜ。また来いよ。あれどうやってくっつけんのこれ。もうくっついてるとか。あ、こういうこと。あ、ちょちょちょ、こういうこと。やべ、でかすぎたかな。反動を抑える、これまさか。でも衝撃時、あ、そっか、持ってねえのか、まだ。なんだよ、持ってると思って、もういただいちゃったじゃん。預けましょう。じゃあこれも預ける、とりあえずね。また無駄なことしちゃったわ。ウェルカム。お次は何だ。そう、売っちゃいましょう。お宝ガラクタ何でもござれた。そのいつも食うなら生きて。間違った、組み合わせてね。あ、青いの手に入れてたんだね。じゃあサファイアかな。アルトス、これをとりあえず売っちゃおう。新しいの入ってるぜ。サンキュー。それで何がお望みだ。あ、回復がねえのか。回復がないのね。いや、どうなんでしょうかね。これボルトサーローね。あ、変えるじゃん。あ、これはマグナムじゃねえか。いやー、誘惑だね、誘惑だね。セール中じゃん。マジで。くっそー、欲しい。ライフルも欲しいし。やっぱりなー、マグナムかなー。マグナム買っちゃおう。こいつの破壊力は抜群だ。あ、トドだよ。あ、言ってる意味はわかるよな。他には何かあるか。あ、そっか、まだ威力とかもね。自信がねえなら武器を改良するしかねえ。カスタムは正義だぜ。見とれちまよし。あ、そうだ、これいちいちショートカットに振り分けなきゃならないっていう、なかなかのね。間違っちゃったわ。いや、多いな、多いな。どうしようかな、下かな。あ、メラさんが、メラさんが出てきたんじゃない？もののけ姫のね。あ、ちょっと変わってる。お前は誰なんだ。私ですか。ラモンとお呼びください。反動直入に申し上げましょう。ヒラリー・クリントンとあれだね、エリザベス女王を混ぜたような、プラスメラさんが入ったようなね、もののけ姫のね。彼女にもいろいろ都合がある。ミスター・ケネディ、ミスター・ケネディ、なんて高貴な方でしょう。とはいえ、いや、頭とのバランスが絶妙に素敵だね。その爪を源としてあなた
生して全世界が温情で満ち満ちる。それがまさに我が主サドラー様の鉄よりも硬い。まあまさに副官って感じだね。歯が汚ねんぜ。歯磨いてから言えよ、そういうことはね。絶対に嫌。聞こえたろ。とても残念です。あ、いいね。やっぱちょっとエリザベス女王のね、に似てるわ。さらわれるんじゃなかったっけ、アシュリーって。やばいやばい。おっおっ、もう早い早い。ちょアシュリー一緒に来てください、一緒に来てください。これどうやって、ああ、もうすぐなんとか、ああなんとか抵抗していただけませんかね、いただけませんかね。助けてあげたいのは山々よ、山々。走ってもこれぐらいしか走れないんだからさ。よしよしよし、いいよ。ちょ車線に入ってきちゃダメだって言ってるでしょ。ハゲ取るやないかよ。よしいいよ。あ、ちょ、なんでその盾そんなに動かったの。それよりアシュリーが危ないんじゃない？あ、おい、まずい。回復が ないんじゃないかな。回復がねえんだわ。まずい、アシュリーが行動不能です。やばい、走り起こしたおかげで。あら、あたす、こう城に入ってからも急激に難しくなってきてるんだけど。ちょっと爆発物でね、爆発させよう。ようこそ。こらよ、どが。そんなこと言われてもなか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 の。あ、お前後ろにもおるやんけ、後ろにもおるやん。なるほどね、お前は効かない系ね。あ、お前はもういいよ。あ、なかなか落ち着いて戦闘ができないね。あ、お前それ回復じゃ。あったあった、これね。いや、せめてあと3つくらいね、回復の余地残されてねえかな。高価なものを壊したら出てこねえかな。なんだよ、鍵かよ。あ、何これ。うわ、また謎解きでございますか。困ったぜ。距離をくれ。分かった。結構高価そうなね開かないよね、それ開かないでございます。なかなか高価そうなねものが揃ってございますけれどもね。あ、嘘、お宝あった。上かな、鍵のかかってたんですじゃねえか。ああ、なるほど、そういうことか。来い。オッケー。え、大丈夫。気をつけろ。あれ、あ、どこ開けてくれんの。あ、ここ開けてくれんのね。アルタス、いいよ。ありがとう。いや、玉よか
回復が今のところね欲しゅうございますけれども、あどっちが正解、こっち行ける、もしかして行けんのかい、やべこっち正規ルートだった、あったあったお宝屋で、どうせルビーかサファイアか、いけないじゃないのこれ、もうちょっとしたね障害物で前に進めないとあったっすっていうことが多々ございますからね、バイオハザードは。まあもちろんこっちには行けないよね多分ね、あっ開きません、そりゃ行けねえわ、やっぱ今のところでいいんじゃねえかよ、なるほどね、今のところでよかったかね、ここから先に進めそうだ、慎重にね、そうだね、ずいぶんと心配してくれるじゃん、あハーブじゃね、おいめちゃ拷問されてません、あお前らずるくねえか、生きてたんかい、生きとったんかい、我大丈夫かな、死んでますよ、生きてんのかな、急にやめてよ、急に襲ってくる、来そうだね、世話係の手記、また真夜中に目が覚めた、地下から漏れる音のせいだ、爪で硬い壁を引っかく音、呪詛にまみれたうなり声あの男はこの世の全てを憎んでいる、もともとあいつは城主に仕える拷問官だったそうだ、あいつの父親もこれなんて読むんだろう、祖父って書いてなんて読むんだこれ、祖父だね、そうだ、祖父も兄弟やいとこたちもサラザル家の負の遺産の一つだ、中でも奴はそう特別だった、うわなんか出てくんじゃないこれ、あいつは心から自分の仕事を楽しんでいた、そして天性の才能を持っていた、他人に苦痛を与える才能を、その才能は上司の興味を引いた、上司は奴を地下に連れてき、ああダメだこれ以上は書けない、書いちゃいけない、奴が地下で何をされたかなんて思い出すな、さもなくば俺の精神が壊れる、俺は奴の世話を命じられた、餌やり汚物を処理し毎晩あの声を聞く、もう限界だ、奴の声が耳から離れない、耐えられない、明日にもこの城を出て行こう、あの声が届かない場所へ、あるとやべえ奴がいることだけは確信したね、これでね、なんか声聞こえるもん、ね、こんなのに座らされたらもう一発で秘密をね吐いてしまいそうですけれども、なかなかやっぱいいね拷問器具がいっぱいございますね、これは多分車輪の径かな、これ車背中でねなんつうのブリッジみたくされるやつじゃないこれで引っ張られちゃうっていうね、シンプルにギロチンもございます、あそこ開かないよね、大体こういうのは開かないんだよね、まあ、鍵やべえ、鍵集めの旅、あアイアンメイデンじゃない、ああ鉄の少女ね、歴史に悪名高い
いいデザインしてますね。大きな動物の鳴き声みたいな。こっちは今説明してるところでしょうか、拷問器具の。ちょいと。ちょっと回復1個しかないのよ。ああ動き出しそう。いいよ。動くんじゃない？動きません。いやでも音立てんのもな。ああオートセーブ入ったってことはそういうことでしょう。あ動かないのね。あ鍵メッケ、鍵メッケだけど光は失われた。何語なんだ。ハムエロトラルズ、ローズ、メキシコ語、スペインかメキシコの言葉かな。ああ、おい。それが一番ダメなやつ、落とし穴は。松本ゆえちゃんもね。ああ、脊髄をこう骨折してしまいましたよ、これ。ああ、バイ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 。あ、なかなかのやつ、なかなかのやつ、チャンピオンベルトしとるやん。え、どうすんのこれ。そっか、しゃがんでいくのね。多分しゃがんでいくのが正解じゃない。おい、構えると立っちゃうのね。あ、なんかアシュリーに指示出せるような感じっぽいけど。なるほど、このカチャカチャもダメ。こっちだったんかい。あ、いいのかな。あ、今こっち向かってんの。どっちに行ってんじゃん。合ってる、合ってるのかな。おい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 、おい、俺足、おい、ずるくね。だって今音出してた。いやちょっとこれはちょ、あー、痛い。おーい、またかよ。あんなやついた。また背中が弱点じゃねえか。なるほどね。次こそは負けねえぞ。アルタス、あれいなくなってない。あ、もうい、あ、びっくりした、いるんじゃん。そっかそっか。あると、いや、もう走っていった方がいいんじゃないかな、これね。そういうことだよね。やばい、これはまずい。危ない。はいよ。今のはもうめっちゃ背中に効いたんじゃない。いいよ。ほら、そのためのね、そのためのあれですから。あ、そんなに強くねえじゃねえか、てめえこの野郎。見た目はね、末恐ろしい見た目してたけどね。見かけ倒しです。よっぽどお前あれだよ、ダイナマイトババアの方が怖い。チェーンソーババアとかね。ねえか、回復薬とかねえか。あったら手挙げてもらっていいですか。ねえのね。蹴っ飛ばして、蹴っ飛ばすモーションはないっていうね。
倒した後にねスタンピングできたらねいいんだけど、なかなか驚かし要素が高いね今回のバイオハザードは。おアシュリ元気？どこいんの？あ、ここは？もう趣味の悪いね、趣味の悪いオブジェクトだね。何も、動物が一匹いただけだ。かっこいいね、かっこいいよ今の一言は。惚れてまうやろだ。もう行きましょう。アシュリー風邪ひいた？平気よ今のところはね。ちょっともうあれなんじゃない、虫がだいぶ来てんじゃない。行こう。分かった。やっぱりなんか宝物の落としとるやん。上やで、あった、めっけパーキュー。行こう、アシュリー行きますよ。トークも、あそこ戻れんの？トークも全然もう使い道がねえんだが。急に綺麗な本館に出てきたかな。コレクションルームの割には何の宝物もない、表記がないっていう。あぶね、そんな大丈夫、バレてない。もう作れんじゃないですか。じゃあ今何必要。ああそうね、そうね、やっぱりライフルかな。うわ謎解き、あこれがヒントっぽいね、謎解きの。ナイトは騎士からナイトの称号を王様からもらって戦いに行って死ぬってこと？そういうことなのかな。ぶっさいくだぜ。あこっちは、おいおいおい、こっちはディズニーに出てくるようなね美少女なのに、こっちはもうぶっさいくだぜ。今ねちょっとそういうの美に対してのねディスリもあんまりあれかな、よくないのかな。どれ、あこれ、なるほどね、アドバイス。これどうすんの。あそっか、わかったよ。鹿を引っ張って鳴らして、次はヘビとこれね。はは、いやーもうどうかな、これを打ってちょっと時間が、開いた、開きました。どういうことやね。あ、シュリー、嘘ついた。もう弾の無駄遣いになっちゃうんだが。あ、あれ何？ん？あ、あれないじゃん。なるほどね、これはないのね、魚みたいなのは。あれ、いやもったいな、ヘビとワシどこにあるの、そんなの。対象制約どこにある。あ、あれ、あ目の前にあるわこれね。
火つけた方がいいの、それとも火消した方がいいの、どっちかな。今つけっぱなしになってるね。つけた方がいいような気がすんだが、消えないのよね、これだけ打っても。やっぱり弾の無駄、全部つけないとダメ、弾の無駄。これで、ああなるほど、消えたわ。これで、でこれで引っ張ると多分開くんじゃないですか。鷹が消えてないですか。鷹が消えてますよね。対象制約が消えちゃった。あーと、そういうことね。お、エクスカリバー、エクスカリバーじゃねえか。いいのかな。ああ間違った、大丈夫、閉じ込められてしない。どうやら大丈夫のようだね。いや抜いたらねもう始まっちゃうよね、なんかが。そんなことなかったわ。これはレプリカだ、実戦では使えない。ちょ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 、これ怪しいぜ。これ開かないな。あ、そっか、剣をね。これだけ、あ、なるほど、こういうことですよ。アルトス、え、これで開いたよね。違うんかい。飾ってある騎士の絵よく見るとお話になってない。めちゃヒントくれるじゃん。あは、なるほどね、これは取っちゃった方がいいね。朽ちた宝剣ね、そっかそっかそっか、わかりましたよ。朽ちた宝剣はこれねと思う。黄金の剣は王様が洗礼で使うから、なんでもね、王様は派手な方が好きなんだぜ、やっぱり。オルトス天才や。あっ、いた、まだいたの、ヘビ。もう終わったな、ミッションはね。お金にはなりますけど。あ、これは鍵いらないのね。アルトス。金の腕は。また謎解きじゃない？しばらく敵は出てこないのね。謎解きの連続ですか。待って、ここって最初に来た部屋じゃない？そう、よく覚えてるね。全然分かんなかったわ。そうだ、中庭に行かなきゃなんないのよ。なるほどね、これとヘビね。これと、果たしてヘビがどこにあるかだよね。これはどこに行けんの。いや下に行ったら上がれないじゃん。ちょちょ、あ、ヘビね、ヘビを探さないと。あ、え、こんな橋もあった。あ、なるほどね、これでショートカット開きましたよってことね。おい、た
分向こう岸にあるんじゃないかなと。いいぞ。いいよ。やっぱりね、あれはワシノワグの対象制約だわ。ということはこっち側にヘビのマークがあるはず。ねえ、ねえんだわね。そうなのよね。ないのよ。これは？あ、なるほど。そのデギーのね。もうむちゃくちゃだな。そうやで。ちょっと嬉しそうやないかい。よしよ。これでこっちが開いたと。そんなこと言ってる場合じゃないね。あ、同じこと言ってるわ。アルタス。レオンと一心同体になった瞬間だね、今ね。また怒られちゃうね。また怒られません。大丈夫です。ああ、なるほどね。いいのかな。いいんだよね。これし、なんかしなくても大丈夫かな。一応やっておきましょう。一応ね。超銀細工の砂時計で合ってんのかな。ぬのぬのちゃん、無限ロケハンも条件あります。訴えるような顔ですね。笑い転げる。またまた棒読みちゃんが暴走しとんのかい。あ、そうだ、これまだ見つかってないのよね。見つけてねえんだわ。扉開かないよね。それじゃね、これはここ開きます。開くんかい。アシュリーすぐ疲れるね。あ、何です？ごきげんよう、ミスター・ケネディ。いいね。あ、やばい、なんか来るね、なんか来るね。これはなんかあるよ。これ落とせんじゃない。落とせません。いや、なんかなんかのギミックっぽい。お、セーフティールーム。助かったぜ。なんかあるわ。トレジャーがございます。あ、これ？違うよね。違いますよね。あれ、ここ開かないんだ。開きません。 あった。わかんねえから、あんなの。あ、ちょ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 
あ、世界の寄生虫とその恐るべき生態第2巻実際にありそうだね。ある種の寄生虫は宿主となる生物の行動をコントロールする力がある。その仕組みは解明されてない部分も多いが、寄生虫による宿主の行動支配は一般的にも知られる話である。では寄生虫が宿主の行動を支配する実例をいくつか挙げていこう。ちょいと多くねえか、アルトス。まあいいよ。まあ実際にあるお話だよね、今のは。うわ、どいけないのかい。しまってる。こっちは不正解、こっちは不正解だね。なんか不思議な絵画がございませんでした。特になんもないの、これが隠された絵画とかじゃないの。うわ、こっからくせえな。なんか仕掛けてくるでしょう、間違いなくね。ライフル12か。ハンドガン作っときます。ライフル作れるかな。作れないんかい。仕方ないよね。作れないなら仕方ございません。3つ必要なのか。あ、回復クラフトできますやん。ちょっと待ってね。あ、これね。あ、これ使うとこだったわ。やっちゃうのよね、たまにね。回復が2つか。結構えぐいぜ。結構えぐいございますね。しかも今減ってるよね、めっちゃ。あ、大丈夫だわ。気をつけて。うわ、なんかここでさらわれなかった。アシュリー大丈夫かな。アシュリーとさよならなことになりそうな。あ、そっか、火ここで会う約束してたんだっけ。まさかあいつ裏切るんじゃねえだろうな。ルイスだっけ。うわ、いるわ。そばにいろ。待ってて。あとどこや。どこやどこや。高価なものをね、手当たり次第壊していきますから。これが宴ってわけか。よし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 。挟み撃ちする気か。アーシュリー逃げて、アーシュリー逃げて、こっちこっちに来て。アーシュリー、もうアーシュリー足遅し。危ない危ない。いっと、何何、なかった。よし、いいよ。ちょっとアッシュリー、いや、いや、そこじゃねえのよ。もう、いや、そうなんだけど、そうなんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って。ザクッとで、ね、痛い痛い痛い。ちょっとアシュリに当たってませんでした、
このクソハゲが。いてて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 。いや後ろにもいるんだよね。やっぱいるじゃん。いや邪魔。邪魔や邪魔や。お前変身するタイプだったんかい。あばアシュリーが死んじゃう。アシュリーが死んじゃう。早くこっちに来てください。アーシュリーこっちに来て。いいの？死んだ？お息になりました。めっちゃめちゃ難しいんだが。よしいいよ。行ったかな。まだ行かねえのか。お前すげえ勝てえぜ。やべ第一陣だろこれ。嘘つけ。嘘こけ。いやまだいるよ。まだいらっしゃいますよ。これはやっぱ来たか。よし。どこにおるんや、どこにおるんや。あ、いっぱいおりますやん、いっぱいおりますやん。誰から狙った方がいいのかな。ここ当たんねえのか、もしかして。これうお変身しやがった。当たんないの。風船見たくなってますよ。敵も味方も関係ないのか。あ、そんなことないのね。うわ全員変身するんじゃないですか、もしかして。ちょっと勘弁して、勘弁してもろって。外すんかい。当たってないの。当たんないのか、もしかして。当たりました今。あの頭無敵もしかして。いや無敵くせえ。なんか当たってるのか当たってないのか分かんない。ちょっともったいないね。もったいないから、てめえからじゃ。てめえも変身するのか。うわあてめえも変身するのか。みんな変身するのね、ここ。くーえぐいぜえぐいぜ。あハンドガンの弾にすればよかったかな。そっか、降りてからが本番だから。やっぱり、やっぱりね。おーおーおお、お前走ってきすぎ。マジか、こいつ全然、全然効いてないんだが。おおおお、なんだ今の。いや邪魔なんだよね。おー一発で死んじゃったんじゃない。
アシュリーがなかなかの難易度を醸し出してくれるね。アシュリー怒ったんじゃない？大丈夫でございます？うわ、むずい。おい、ペチャペチャ言ってる。あー、ペチャペチャ言ってる。もう、多い多い。やつ、てめえ。あ、お前は効かねえやつじゃねえか。頭が効かねえやつ。なになに、おい、ここもなんか必要なのか。大丈夫なのかな。そっかそっか、分かったぞ。狙うのは足か。お、当たったんじゃないのか。当たった。アッシュリー、やべ。え、あんまり効いてない、もしかして。ほう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 、俺も当たるんか、俺も当たるんか。アッシュリー、アッシュリーが死んじゃった。ほほっとす。おいしい。アシュリー離れてくんねえかな、これ。あとアシュリー怒ったんじゃねえのか。いいの入った。危ない。ちょっとアシュリー早く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 。やばい。なんとか抜けられたか。なんとか抜けられました。危ないね。走り、早く早く早く。こ、あいつらこっちから来るか、どっちから来るか。いいね、そっから来てくれるのはありがたいわ。え、まだ全然死んでないの。まずいね。うわ、お前も生きてんのかい。やばい、アシュリーが。うわ、後ろから来てない。大丈夫か。お、地獄なんだが。お、聞いてんのか、聞いてんのか。聞いてます。あ、聞いてんだね。大丈夫か、アシュリー。大丈夫なのかな、これは。おぶるる、なんだなんだ、お前は何がしたいんじゃ。お前、あと2発、あと1発しかない。いったか、これと。大丈夫？いいさ。やばい。こんなタフネスなやつらばっかりだったの。こいつは効くぜ。ああ、ショットガンはもうダメね。仕方ございません。ねえもんはねえんだから。ハンドガンでなんとかするしかねえんだわ。
あ、そっか、これをね、あいつら倒さなくてもよかったんじゃね。これをね、取ってぐるぐる回って逃げながらあそこのギミックに差し込めばね。こんなの初見でわかるわけねえだろ。そうだね、これでくっつけて。うわ、なんかもう、もう出てくんのかい、次の。え、まだ使うのこれ。おぶね、おい、クロスボウクソ野郎じゃねえか。距離をくれ。分かった、離れて。盾なんか持たせねえかな。あ、お前も変身すんのが。いや、みんなに逃げろ逃げろ、もうアシュリー、アシュリーが全数捕まってしまいますから。いや、うざいわ。いっと、あ、そう、お前あれか。あ、ちゃ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 、死んでしまいます、死んでしまいます。違う、これや。一回下がろう、一回下がるよ、アシュリー。やばいやつおる、やばいやつおる。くそ、もったいないけど、ちょっとね、ちょっと今はしゃあねえわ。あぶな、近くにいろ。早くこっち来て、こっち来て。ないないない。うん。あ、そっか、これは。あ、危ない。てか、アシュリーも危ないから、そこ。よし。いいよ。危ない。え、どこどこ。ガセネタやないかい。おいるわ。いい加減にしてくれ。おばば。もっと足が滑った。危ない危ない。うわ、まだいんのが。行ったか。てめえは弱えこてか。おぶな、ちょ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 、はいっと、もう。え、2箇所から撃ってないから。ぬのぬのちゃん、無限の批判も条件あります。訴えるような顔ですね。笑い転げる。ご飯食べてるのにご飯訴えるような顔。あるとす。なんかやってきます。手を挙げる女、鈴木ファイトです。三角の旗どこや。あそこか。おお、もう弾の無駄遣いしすぎたわ。よしよ、またひそひそ話が。ひそひそしてますやん、ひそひそしてますやん。お宝ないですか、お宝。あ、大丈夫だね、もうこれで、これでいいのかな。あの歯車みたいの回したらボス出てくんじゃない？恐ろしいや、恐ろしいや。
これだね。どんどん上がってくスタイル。まだ第一関門なの？第三関門くらいじゃないですか。戻ってきたのね。オッケー。ここ開かなかったんじゃなかった？開かなかったんだよね。サブマシンガンしかないのか。なるほどね。こいつは本格的に弾がないから逃げるしかないですか。ないじゃないですか。おい、なんか落とせ。なんかノーマルでもこの圧倒的なね、弾と回復が足りない問題が発生しておりますゆえ、発生しておりますゆえね、大変だぜこれは。敵の配置を覚えればね、もうちょい楽に立ち回れるんだろうけど。あ、なんか覚えてるわ。なんかここから連れ去られません？アシュリー連れ去られるところじゃないのこれ。これ登れる？はい。待ってて。大丈夫かな、登らせて。手に分か、おお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 いおいおい、外した、まずい。よし、まだいんの。あ、なるほどね。ちょっと待ってよ。そのね、おはげしをなんとか。ちょっと、おはげし。待てろ、今助ける。いや、もうこっちもか。危ない。これ気づいた時にはいるのかい。ちょっと頼むぜ。ああ、ちょっと待ってよ。おい、マジで。難しいね、ハンドガンだと。ナイスショット。まずい。ああ、すごい当たり判定がめっちゃシビア。おい、ふざけんなよおめえ。ここの盾なんとかなりません。待ってね。やべ、2人おるやん。いやー、もう照準が合わない。ちょ、寄ってたかってやめてもろって。
お、めっちゃ走っとる。やめて、やめてもろて、やめてもろて。やばい、すげえ狙いづらい。もうめっちゃ来とるやん。ちょっと狙いづらいんだけど。危ないよ。行ったか。あ、まだおるの。ナイスショット。え、まだいんの。オッケー、オッケー、オッケー。早く戻ってくるんだ。アシュリー、平気か？うん、ありがとう。あ、なるほどね。これで、これで全部いけるってことかな。うひゃー、もう弾がない問題になっちゃったよ、これ。いやでもこれひどいよね。さすがにこれはいらないんじゃないかな、この。なんすか、柵？めっちゃ弾なくなっちゃった、これで。まあでもこっちから、アルトス。こっちから撃つ。いやでもそんなことないよね。ちょっと意地悪だかな。そんなのあったかな、前の。ね。4の方の元祖4の方ね。わあ、これをいただけるならまあまあね、オルトスって感じだけど、もうちょっと優しくてもいいのかな。随分と、あ、ついに約束の中庭じゃないのか。あ、ライフルの弾もありがてえ、ありがてえ、あったけぜ。わ、全然ね、全然回復しないけど、まあいいや。だいぶおたまたまがだいぶね集まってまいりましたので、そろそろアシュリーのね、面倒見るのも、あ、でもまあ仕方ないよね。アシュリー、アシュリーおいで。鍵開けて。扉開けてください。あれ？あ、あ、あ、変身するんじゃない？大丈夫？大丈夫か。大丈夫か、あれだ。いや絶対にね、体調おかしくても言わないよね。自分が化け物ですなんてことはね、口が裂けても言えませんよ。あー、まずいかもしれない、まずいかもしれないよ。いや、もうレオンはもう完全におかしくなってるよね。あ、そんなことあったっけ。ああ、まずい。そっか、虫、アシュリーの方が先にね、虫を撃たれてるんだっけ。まあここまでのようだね。思春期だからね、アシュリーは取り乱しちゃうよね。すぐ取り乱しちゃうのよ。ティーンのね、ティーンエイジャーはすぐ取り乱しますから。いやー、すごい難易度高し。
難易度サトシでございます。もしもし、まずいことになった。しもしも、城に避難したがターゲットと分断された。おい、無線も繋がんねえのか。くそ、どうなってる。シットだよ、シット。まあね、今日はここまでにしようかな。また明日やっていこうと思いますよ。アシュリー、ここで救えんのかなっていう、もううる覚えで覚えてませんけれども、まあ難易度ノーマルでこの難しさだからね。あ、アルタス、キティさん、アルタス。なんかね、棒読みちゃんがぐちゃぐちゃになっちゃってるからよくわかりませんけれども明日はまあまたアシュリーをと交流するってことで、今日はこんな感じで失礼させていただきますよ。ご視聴いただきアルタス、失礼します。